1927年6月29日の日食は、1927年6月29日に観測された日食である。イギリス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ソ連、アラスカ巡州で、回帰日食が観測され、ヨーロッパ全部、アジアの北半分、北アメリカ北部、アフリカ北部で、部分日食が観測された。 海域体が通過した海域日食が見えた地域はイギリス、ノルウェー南部と北東部、スウェーデン北部、フィンランドのラッピ州、ソ連北部、アラスカ順州だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域はヨーロッパ全部、アフリカ北部、西アジアの北半分、中国の北半分、朝鮮半島、日本、デンマーク領グリーンランド、カナダ北部、 アラスカ順州のほとんどだった。そのうち大部分の地域では6月29日に日食が見え、北アメリカ北西部では6月28日が見え、カナダ北部のビクヤのある一部の地域では深夜0時をまたいで6月28日から6月29日に部分日食が見えた。イギリスのオースヨークシャーのクレーベンにあるジグルスウィックでは回帰日食のため多くの人が集まった。現地は 晴れで観測が成功だった。しかし、イギリスの他の地域には不利な天気が多く、多くの学生が回帰日食の観測活動に参加したが、成功しなかった。ウェールズ北部のスノードン山、ランベリス、カーナーボン、ランラック、デーニオレン、プルヘリ、クリーキエス、ランディドノー、ポースマドック、コンウィー、バンガー、ペンマインマウルなどでも雨の影響で回帰日食が見えなかった。 ありがとうございます。